溝の口千勝は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名、越後国柴田藩二代藩主。天正十年は笠国高浜に生まれる。はじめ父、溝の口秀勝と共に、豊臣秀吉に仕え、慶長二年に秀吉の変期を受けて秀信と称す。後千勝ると改める。慶長五年の関ヶ原の戦いに際しては、 上杉影勝に先導された上杉移民一期を父と共に制圧した。慶長15年、父の死により後を継いだ。この時、溝口家は六万国の大名であったが、千摩猿は相続にあたって、弟の吉勝に一万二千国を分与して、総見藩を建てさせたため、柴田藩の国高は五万国となった。この時吉勝は、生前に、父から、 分与されていた五千国の領地を、兄、千マに返し、自らは、わずかの領地を、改めて分与されたいと申し出たが、千マは、自分は家督を継いで国元に行くが、吉勝は、江戸に泊まるので領地が少なくては、奉公を務められないと言って承知しなかった。これを聞いた、徳川秀忠は感心して、上述の通りの分与を申し付けたという逸話が、伝わっている。 千勝サは知性を通じて積極的な神殿開発を行い、一万五千五百国を新たに得た。千勝サの死後、この一万五千五百国は、次男、千秋、三男、千春、四男、千地の三人の息子にそれぞれ分与され、着男の千忠氏が継いだ、柴田藩の国高はやはり五万国であった。慶長二十年、元年の大阪の人では、 松平忠てるに属して出陣した。寛永5年10月29日、江戸において47歳で没して、江戸神田の吉祥寺に葬られ、同時は江戸における道家代々の装置となった。ありがとうございます。